はい、皆さんこんにちは、アイザーヘッドです。今日なんですけど、ゴールドジム、ベニス、カリフォルニア、でトレーニングをしたいと思います。はい、ということで、さっき今ね、本当に今ベニスに到着したんですけど、前回来たのが2020年の3月ぐらい、時に比べるともうすごい、めちゃめちゃ今すごくなってて、すごくなってるっていうか、なんか駐車場だった場所が全部ジムになったりとか、これからちょっとジム行ってトレーニングしたいと思います。今日は肩と三頭筋を一緒にトレーニングすると思うので、その辺の様子も含め、ジム内の様子とかも、皆さんにお見せできればなというふうに思いますので、そこら辺楽しみにしててください。では行ってきます。マジですげえ外エリアね。え、じゃあこれからちょっと中に行きたいと思う。あ、そうだ、ここが全部駐車場だったんだ前。こんな感じ。あれがないね、あのさ、ゴールドジムの。これからトレーニングをしたいと思います。携帯でしか動画撮れないので、ちょっと画質とかあるかもしれないので、とりあえず撮ってみます。そしたらね、1種目目は、バーベルのショルダープレスをやっていきます。これはいつもやってる種目なんで、なるべくできるところっていうところで、このハーフラックが空いてたんで、ちょっとここで今日はやりたいと思います。次は80キロ、怪我のないようにということで、ちょっと軽めなんですけど、次アップやってメイン入ります。じゃあ次はサイドレースをやろうかなと思います。今日はいつもより種目数少なめで、怪我もしないように、あんまりガチガチじゃないんですけど、やります。
ていうかさ、いつも来ないところだと全員がやばい、こっちに逃げてる感じ。ここに逃げてる、すごい、ここはもともと強いからさ。エリアはこの外のエリア、ここでやります。音楽がでかいから声入ってるかどうかわかんないけど、まあここでとりあえずマシンのナチュラルレイズをやりたいと思います。
テニス来た人は他のタイヤ転がしたら俺と同じレベル。さあ、テニスビーチ。